はい、今回はこの網下ろしアレンジをしていきます。網下ろしアレンジは少し前から結構流行ってはいたんですけど、まだまだ需要はありますので、結構僕のお客様でも何人か、そうですね、10人ぐらいお客様が、土日にヘアアレンジの方で来られたら、1人か2人は網下ろしアレンジの画像を持ってきていただく方も多いので、1つレパートリーに加えておくと便利なので、ぜひ覚えてください。こういう感じですね。クルリンパの重なりを使ってピンを1つも使わずに網下ろしアレンジをしています。こういう感じですね。遅れ毛を一応作ってるんですけど、これはお好みで作っても大丈夫です。こういう感じで今回は網下ろしアレンジ、前回までがアップアレンジが多かったので、今回はこのスタイルをレクチャーしていきます。はい、では編み下ろしアレンジしていきますね。顔周りはこれぐらいですね。少し多めに残しておきます。残してまず横の髪、サイドの髪を2つに分けてクルリンパしていきます。こことここですね。こういう感じで、これを、横の髪したら次下っていう感じで4回ぐらいかね、繰り返していきます。こういう感じですね。この時ポイントは角度を下げることですね。角度を必ず下げて、この鉢とかが張らないようにすることですね。で、ベースなんですけど、ちょっとミックス巻き、少しミックス巻きしてるんですけど、前回した横波とかをしても大丈夫です。なので、ベースをしっかり横波とかにすれば、そうですね、お呼ばれアレンジとか、短いに行くときとかに使ったりとかします。で、ベースをあまり巻かずに、ざっくりすれば、簡単アレンジなどでも使えますので、ベースによって、ベースによって TPO を変えるっていう感じで、使ってください。ですね、クルリンパして、ゲットします。で、この時に、ここはまた動きますので、まだ、そんなにこう、毛束感、ほぐさなくても大丈夫なんですけど、このクルリンパも先にほぐしておきます。この時もいつもと一緒ですね。ほぐしは必ず、つまんで、力を抜きながら柔らかくなるように、毛束が徐々に細くなるようにほぐしていきます。で、ほぐすとことほぐさないとこ、ここをほぐしたら1センチぐらい開けてほぐすですね。ここをほぐすと、次少し開けてここを引っ張ってほぐすっていう形にすると立体感が出ますので、まあ普通に見た時も可愛いですけど、写真を撮った時も特に可愛くなります。こちら側もいきますね。こういう感じですね。こういう感じでほぐしていきます。では2つ目の横の髪の下ですね、サイドの髪の下を先ほどのクルリンパの下にクルリンパしていきます、ね、こういう感じですね。でこの時も先ほどのクルリンパと同じくほぐしを入れます。徐々に細くなるようにほぐしていきます。で、最後の仕上がりの時に全体のバランスを見ますので、大体ざっくりでも大丈夫なんですけど、まあ、程よくほぐしておくことで少し引いてみた時にバランスが取りやすかったりしますので、こういう感じであらかじめ大体でいいのでほぐしておきます。こういう感じですね。次、3つ目のクルリンパですね。この耳後ろの髪、ここら辺ですね。まだこの下は取りません。こういう感じですね。この髪をクルリンパします。こうですね。で、いらない髪はクリップで留めておくと絡みませんので、必ずクリップで留めてください。お客様とかにセルフで伝えるときも、このクリップで留めるってことを伝えると結構喜ばれますので、結構余分な髪が引っ張ってうまくクルリンパできないという方も多いので、こういう豆知識みたいなのをお客様に教えてあげるのも喜ばれるポイントです。そうですね。で、この時も軽くほぐしておきますね。で、最後のクルリンパ
この三つ襟のとこを最後取ってここをくるりんとします。頭のサイズとかにもよるんですけど、だいたいこれぐらいですね。だいたい4回ぐらいくるりんぱするとこの毛先まで来ますので、結構あの編み下ろしアレンジってこう編みすぎると少しこう変になってしまう場合があるんですけど、このくるりんぱですと結構ラフに編み下ろしができますので、あの編み下ろしに抵抗あるお客様、してみたいけど少し抵抗あるんですよねっていう方多いと思うんですけど、そういう方とかにもこのくるりんぱを使った編み下ろしはおすすめです。しておきますね。この時にも毛先を編んでいくんですけど、ここですね、ここが編みますので 動かなくなりますので表面をほぐしておきます。この時も前回の内側、この内側を引っ張ります。内側をランダムに引っ張ります。でレンガ状にこことここ引っ張ったら次ここですね、表面ばかり引っ張るとシルエットが大きくなりますので内側を引っ張ります。すると横波とかしてなくても横波っぽい感じのシルエットになりますので、内側を引っ張るというのが今っぽいアレンジ、写真に撮っても可愛くなるアレンジのポイントです。では毛先を編み下ろしていきます。で、どんな編み方でもいいんですけど、くるりんぱに一番馴染むのはフィッシュボーンです。フィッシュボーンするとこの質感に馴染みます。三つ編みはどうしてもハート型になってしまいますので少しこの間延びしてしまうんですけど、フィッシュボーンならこの質感と馴染みますので、今回はフィッシュボーンを選びます。でフィッシュボーンも細かいフィッシュボーンよりも結構ざっくりした大きめのフィッシュボーンが馴染みますので、ざっくりした感じで大丈夫です。こういう感じですね。大きく2つに分けて大きくフィッシュボーンしていきます。細かくするとどうしてもこことの境目、くるりんぱとの違和感がありますので、こういう感じでざっくりでいいですのでフィッシュボーンしていきますね。結構編み込みとフィッシュボーンとかは上の質感に合わせて編み下ろしをチョイスすると馴染みやすいですし可愛くなりますですね。で毛先5センチぐらいですかね、少しこういう感じで余らせて終了です。で、こういう感じですね。少し編み目の大きいフィッシュボーン、三つ編みとフィッシュボーンの間みたいな質感になりますので、ざっくり編むとこういう感じを目指してしてください。で、これで全体をほぐしていきます。これもこの隙間がある感じに徐々に毛束を細くして隙間がある感じにすると可愛いです。こういう感じですね。でほぐすときもこのベースをグッと持っておくとあまり崩れにくいので、ベースを持ってほぐします。こういう感じですね。でフィッシュボーンのいいところは縦ですね。横だけじゃなく縦にもほぐせます。こういう感じですね。縦横だけじゃなく縦にもほぐせたりしますので、よりこの編み下ろしの立体感になじみますので、お好みで縦にほぐしても大丈夫です。はい、今回はこういう感じでヘアバトンですねをつけました。トレンドっていうのもありますので、ヘアバトンとかそういうトレンドのアイテムとかをお客様に教えてあげたりするのも結構喜ばれるポイントです。で顔周りですね、最後の顔周りも毛先を前回と一緒ですね、毛先を少し巻いておきます。で毛束を2つに分けて少しねじって巻くことで今っぽい質感になります。ですぐほぐしますね。でもう1個ねじって内に巻いてますので逆に外にねじって巻いて、こういう感じですね。すぐほぐします。で少し多いやぼったいかなと思いますので、これぐらいですね、これぐらい取ってここら辺を狙ってアレンジスティックを刺して通します。なんですね。そうすることによってここに遅れ毛が作れたりとか、
まあ、これがいらない場合はもうこの中にピンとかで入れ込めば大丈夫ですので、まあ、あのロングスーパーロングで編み下ろしてこの耳後ろに遅れ毛が欲しい場合などこういう使い方とかもういらない場合でやっぱり隠したいという場合はピンで奥に入れてください。完成になります。結構あのピンを一つも使わずにくるりんぱを4つですね、くるりんぱを重ねて4回重ねて最後編み込む、でゴムで留めるだけ、これだけで本格的なトレンドの編み下ろしアレンジができますので、ぜひあのお呼ばれアレンジでもいいですし、お客様に伝えるセルフアレンジでもいいので、ぜひこれを活用してみてください。